松根東洋城の墓小根東洋城は、廃人。本名は、豊次郎で、廃合はこれをもじったもの。夏目漱石の文化生。松根本六の次男として、東京の築地に生まれた。母は、宇和島藩主、伊達宗成の三女とし子。弟に、電力界のフィクサーとも呼ばれた、実業家の松根総一がいる。愛媛県人城中学校時代に同行に、 教員として赴任していた、夏目金之助に英語を学んだことから、卒業後も交流を持ち続け俳句の教えを受けて、修正の師と葵が、旧制一校、東京帝国大学から転じて、京都帝国大学仏法科卒業。1906年区内省に入り式部官、書記官、会計審査官等を、歴任、1919年退官。創籍に紹介されて、 正岡オ四季の地遇を受けるようになり、四季らが創刊した、ホトトギスに加わった。1910年には、自身が公務で、長期投竜する伊豆、修禅寺へ、宗石を遺界用の療養に誘っている。1914年、区内省式武部の時、大正天皇から俳句について聞かれ、渋垣のごときものにては宗来度と答えたことが、有名となった。1915年に廃止。 渋垣を総監主催。式没後、ホトトギスを継承した高浜巨氏により国民新聞廃談の選者から降ろされ、代わって巨氏自身が選者になったことを契機に1916年にホトトギスを離脱した。以降、巨氏とは一切の付き合いを持たなかったという。1919年に公職を退き、東京朝日新聞廃談の選者となる。 巨子らが掲げる、俳句こそは、家長風営、客観者性であるという理念に飽き足らず、徘徊の道は、生命を打ち込んで真剣に取り組むべきものであるとして、場所の徘徊精神を尊んだ。東洋城が週に一度開催した区会には、長谷川玲義、岡本商品、野村紀州、飯田打骨、久保田万太郎、小杉吉ら高生に名を残す派人が数多く集った。 各地で渋垣一門を集めて盛んに徘徊道場を開き、人間修行としての徘徊道を時指定の育成に努め、門下から多数の優れた廃人を輩出した。1952年委員を表明し、渋垣主催を奇襲に譲る。1954年日本芸術院会員。1906年の区内小入賞を記業場、ウイゴの婚下である。 柳原家に帰遇し、離婚して、柳原家に出戻っていた、柳原美白蓮と親しくなるも結婚を許されず、その後は着難であったにもかかわらず、独身を貫くことになる。焦燥より、美目修麗でも知られた、東洋城だったが、生涯、定まった住居をほとんど持たず、廃団にも参加せず、生前には、苦衆も出さなかった。俳句に情熱を注ぎ続けた。 偏屈な孤高の廃人という印象があるが、石川敬老、廃人風景列伝では、数々の女性問題がそうした生き方を取らせたことを指摘している。区内省からの早期退職や、渋垣市場での隠居表明なども、東洋上のこの不貧困が背景にあるとされる。ありがとうございます。